こんにちは、カプコン TV 番組アシスタントの池田ショコラです。前回に引き続き今回もクレア風の衣装を着てます。ブーカプコン、どうも待って、今週来ました。来ましたね。今週もやるんですね。はい、そうです。また違う、そう、また違います。やばいのが出てくるってこと。さらにやばいですね。こちらの敵は実は見えないですよ。え、見えない敵ですね。透明なんですね。そこは是非ね、はい、透明なんですね。どうやって攻撃すればいいんだろう。そう考えていただきたいと思います。はい、はい、実はこちらのゲームもサウンドに非常にこだわってまして、はい、今回は特別にヘッドフォンを用意していただきました。ヘッドフォン自体は特別じゃないですけど、前回なくてラッキーだなってちょっと思ってたんですよ。はい、まあ、ヘッドフォンがいいステレオがある。これ怖いんですよ。これがあるのとないのと多分全然違いますよね。そうですね、倍以上ですね。やばいな、はい、それではやってみてください。はい、結構やばいやつが出てきますよ。姿見えないんですもんね、だって。そうそう、怖いよ、どうしよう。なになに、怪物？なになになに、怖い怖い怖い、どうしよう。あー、なんだなんだ、ね、くそ、姿をなんかちょっとあれしといて出てこない感じはちょっとやだな。遊ばれてる、ね、遊ばれてる感じが。いつ出てくるんだろう、どうしよう。あ、なんだ、なになに、どこどこ、一階のタリアに切り替えて、どこにいるの、どこにいるの、教えて教えて教えて。これか、今確認ですね。どこにいるの、今当たったんじゃない、当たった当たった、いい感じ。あっ、え、なんかザザザザって、あー、え、なにこれ、なんか目とかもおかしくなるんですか。そうですね、そういう能力を持ってる敵ですね。自分の目と視覚と、わかんない、どこにいるかわかんない、いじりますね、それ姿が。あ、耳が変、耳が変、やだやだやだ、やばいやばい。撃てない方がいい。わー、やられちゃった。ぐちゃってされてましたけど、最後ですね。そうですね、一撃シーンになってるので、やばいやばいやばい、結構真剣にナタリアとタグ組んで、え、グロいグロいグロい、なんか今まで一番見た、今までいろいろやってきた中でちょっと一番衝撃だったかもしれない。しかもなんかやった後になんか出してた、やばい。そうそう、それは子供ね、子供に食われましたね。やばい。気持ち悪い、ほんと気持ち悪い。そうですね、まあ、これはその、用意してる敵の、まあ、ごくわずかの一部なので、この敵一番強いんじゃないですか。一番強くはないですね。姿見えないし、なんか耳おかしくなるし、やばい、うまかったですね、顔面やられてた。いや、グロいグロいグロい。まあ、今週はこのところかな。はい、で、皆様、明日から、エピソード2が配信になりますので、はい、ぜひバイオハザードリベレーションズ2をプレイしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。え、もっとやばいの出るんですか、これから。はい、また来週ちょっと皆様も楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。バイバイ。